どうも中島です。今日ご紹介するのはこちらラミーアイスです。ラミーご存知の方多いと思うんですけども、まあ中島も好きなあのチョコレートの一つです。はい、それがアイスになったっていうのでスーパーで見かけまして、まあそれ買いますよねっていう話です。では早速開けていきましょう。あ、すごい厳重。ちょっと待って、二重ですよ。どういうこと？そこ、あ、美味しそう。あ、匂いがラミーです。ですね、ここに書いてある通りもほとんどこれと同じような感じになるんじゃないかなと思ってますけども、表面が生チョコ、カカオ、チョコ、カカオを感じるチョコアイスで、みずみずしいラムレーズンというふうになっているので、まあ早速食べていきます。あ、意外と柔らかい。大きくなっちまった。ほ、あ、いいですね、こんな感じです。ラム感はちょっと分かりませんが、うん、いい香り。食べます。おいしい。おいしいです。あのですね、まあ、ぶっちゃけひねりもなんもないです。もうラミーをアイスにしたっていうそのまんまですね。そのまんまで、うん、おいしいです。幸せです。はい、ですね、まあ、この後ちょっとゆっくり食べたいので今回の動画はここで、ごめんなさい、終わりにしたいと思います。ですね、今日ご紹介したのはロッテのラミーアイス。ラミーアイスとは書いてないですね。ラミーで、まあアイスミルク、アイスです。はい、ですね、まあラミー好きであればぜひ食べていただきたい。で、あのぶっちゃけですね、あのね、このすごい驚きがある美味しさじゃないです。もうこういう味だよねって思った通りの味がそのままストレート出て美味しいですので、ラミー好きな方はぜひ、買って食べてみていただきたいなっていうふうに思います。はい、今回の動画はこれで終わりにします。ぜひですね、動画の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。